が減って腕の再生が追いつかねえ。とにかくここから離れるんだ。できるだけあいつから遠くに。彼を追わなきゃ。委員長は、あの野郎がどんなに危険か知らねえんだ。私たちで先に見つけなきゃ。とりあえず何か食わねえと腕の再生が追いつかねえ。非常に危険な状態だ。油断するな。血が足りねえ。くそ。うん、奪って食いてえとこだが。できるだけあいつの目の届かねえ場所まで行かねえと。ろくなもんがねえな。こんなところでグズグズしてられねえってのに。腹が減って気が立ってんのか。落ち着け。手癖の悪い犬みてえだな。どうせ食い物を盗もうとして人間にでもやられたんだろう。残念だが先に見つけたのは俺だ。泥だらけの汚えパンが食えるか。すぐに戦える状態じゃないとは思うけど、用心はしなきゃ。ついてくんじゃねえ。いくら相手がケツの青い少年だからって。ん、時間がもったいねえ。警備隊と合流してみよう。委員長から何か連絡が入ってるかもしれないしね。得体の知れない奴を里に入れるのはさすがに危険が大きすぎると思う。それにカラはその少年を血眼で探してるって話だ。もっともな意見だな。また里が戦場になっちまうな。もうほとんど治ってる。ごめんね。腕さえ完全に治ればこんな町一つくらい。恩を着せたつもりかもしれないが戻る気はねえぞ。ほかげさまがあなたと話すためにこっちに向かってるそうよ。大人は信用できねえ。もちろんガキを信用する気もねえけどな。周りを信用できないって気持ちわかるよ。あ？そんなんに騙されるかよ。話のわかる人よ。きっとあなたの力に。どうせ目当てはこの体だろ。それでもう少しで木の葉の里を滅ぼすところだったの。自分の歪んだ復讐心を満足させるために私の体に兵器を埋め込んだの。そんな私をボルト君たちが正しい道に引き戻してくれたの。余計な世話を焼くのが趣味みてえだな。あった。これ以上俺の体に何も入れさせるもんかよ。委員長を離せ。委員長がいるのに正気なの。撃て。逃がすな。今日中に里に戻らなくちゃならないんだ。少年の処分をどうするかはすぐに判断してもらうよ。ボルト、何があった？俺たちが見つけたあの野郎が研究所から逃げ出したんだってばさ。待ってください。七代目、あの人悲しい目をしてた。七代目、あの人の話を。投降しろ。これ以上馬鹿な考えを起こすなよ。あいつか、危険なやつは。ダメです、やめて。
親玉登場か。無関係の人まで巻き込むつもりか。うるせえ。悲しむ人間くらいいるだろ。いねえよそんなやつ。あの人多分警戒してただけだと思う。お前の身はこの俺が預かることに決めた。あの人の中に深い悲しみのようなものを感じたの。深い手を話す。あいつにか。そう突っ張るな。悪いようにはしねえってばよ。